同じだ。このままじゃやられちまう。ジャスティパー、助けてくれないんですか。ステラプレートを渡せ。プレートを渡さねば、なぶり殺しにするぞ。あんた、ミオさん、何をするんだ。まさかプレート渡すつもりじゃないですよね。そんなことしたら今まで命がけで戦ってきた少女たちの苦労がみんな水の泡じゃないか。犯人の命の方が大切です。やめろミオさん、やめて。何を考えてるんだ。やめねえか。パワープレートが、ジャスティパワーもプレートまでは守ってくれなかったようだな。これで最後のプレートも破壊できる。いよいよカイザーハデスは復活の時を迎えるのだ。待て。どうして。この先は異次元空間。異次元空間。見えてはいても実際には我々がいる次元とは空間がつながっていないんだ。それじゃあ何もできないってことかよ。私についてきて。え？行こう。よし。お目覚めください、カイザーハデス。そうはさせるか。何、翔太君。
が復活しても絶対に地球は渡さない。3人のジャッジライザーが必ずお前を打ち倒す。ミオさん、ジャッジライザーは地球の意志、ジャッジパワーに守られてる。ジャッジライザーがいる限りこの地球をお前の好きにはさせない。ミオさん、ソータ、シンヤ、ユカちゃん。ああ、俺たちはジャストパワーが守ってくれたから。この場は私にお任せを。命に代えましてもジャスティライザーどもを葬り去ってみせます。援護に回るんだ。おやじ、うん、さあ、行こう。そうだ。ショータ、ガンドするか。なんだ。大丈夫、交換。
しやがって。こうなったらケンライザーだ。精神銃エオ。ライザーの重火器で一気に決着をつけよう。よし、任せたぜ。精神時ポン。タートルサンダランガ、ランガ、やっと現れてくれたわね、私の精神獣が。ってことはユカの原精神も。シンヤさん、私にコントロールを渡して。よし、任せた。第三の原精神に。We'll be right back.
形を変えたぐらいで私にかなうと思っているのか。どこだ。ライザーストライカー、死ね。ユカちゃんの原生神か。サリトモ、よく頑張ったな。ハデスは逃がしちゃったけどね。なーに、大丈夫さ。お前たちがいれば地球は絶対に守れる。だよな、ミオちゃん。ええ、ハデスが復活してもあなたたち3人がいればきっと勝てます。なぜならあなたたちは地球の意志によって選ばれた勇者、ジャスティライザーなんですから。ついに出現した第三の原生神リンライザー。その驚くべき力によってドクターゾラは倒された。しかし地球征服を狙うカイザーハデスは復活を遂げてしまった。戦え、ジャスティライザー。ハデスを倒し地球に本当の平和をもたらす、その日まで。